お、マティップが珍しくやった。来たか、来たか、来たか。うわー、残し。お、きたー <laughs> いや、三笘、よく残したね。両ウィングル。いや、これ、日本代表で見なかったな、三笘から藤のいや、マティップの縦パスミスは珍しいっすね。いや、嬉しい。結果、しか出さんな。いや、ほんとそうだよね。素晴らしい。多くないね、全然。 いやー素晴らしかったね。ここのな、ララーナのワンタッチ、えぐいな、まあ。クロスの修正ってう、ね、あの、スルーパスみたいな感じですけど、でも本当に、ボール奪った瞬間のそれぞれが走る場所もスピードも間違ってないし、それをしっかり活かす。あれ、だってララーナがもたついたりとかしたりさ、違うパス選んでたらこうなってないですからね。みんな偉いね、こののみんな偉いね。本当そうだね。いや、エストピニア、いい,いワンタッチ目と。うわ、完璧な抜け方マーチ。どうするんだろう うわー <laughs> マーチ、裏抜けめちゃくちゃうまかったね、今ね。ていうか、エストピニャンがエストピニャンじゃない、柔らかいさ、え、そんなんできたのみたいな。料理うまかったんすね、みたいな。こんなに斜めの裏抜けうまくなかったっていうかさ、もうイバプール自体がね、高いライン設定でさ、一人一人のカバーリング範囲、ね、あのー、広いタイプのディフェンスの形だけど、にしても今日はいいね。いや、ここのエストピニャンは素晴らしかったよ。 でファーガソンがこう前向いて、だからセンターバックが出てってカバーするタイプだからね、間、間がすごい開くからね。いや、それでもな、まあ、ロバートソンでブラインドになったんだろうね、これね。いや、それでもファーガソンやっぱりね、そうなんだよな。ファーガソンやっぱトップしたタイプの選手だね。でもね、まあ、組み合わせで言うとね、ゼロトップタイプのファーガソンに、ファーガソン0トップタイプって認識されるのまだ時間かかると思うけど、世間的に。ゼロトップタイプのファーガソンに飛び出すタイプのマーチだから。 でラナーノもリバプール時代はそっちの選手でね。今はすごいなんか落ち着かせるタイプになったけど、両方できるだろうし。三マもどんどん出てくし。ていうか今日ミトマめっちゃ出てくからさ、そこが合ってるんだよね。ファーガソン降りる、三マとね、マーチ出てくっていう。おおうおー <laughs> 言ってた、ウェルベック。いや、カメラの人も興奮してんのかっていうくらいすげえブレだったよ。クロックメガネまたかけてほしいな。俺の古い子のやつ送ろうかな。いや、マーチ。三マにプレゼントくれなかったか。 いや、素晴らしかったですね。今日マーチ最高の日だな、本当。いやー、これね、ねジオゴメスとしては悲しい抜かれ方したね。いや、ブライトン強っ。いや、いいもん見たら、ね、いいもん見すぎたな。いやー、このブライトンのサッカーはちょっと多分一生覚えてるだろうな。この味噌だけになっても覚えてるだろう。こうバイオ液に使った状態で、あの時のブライトン良かったって数百年後に言ってるよ。いや、水戸は、あの,あのね、多分。 三笘的にはもっとできたって思うような内容だと思うんですよ。ボール来た時に、ちょっとしたタッチのミスとか、ね、もっと重心逆つけたなみたいな。多分、まあ、残酷な話だけど、三笘的にはアーノルドって、多分結構眼中にないぐらいのいろんなウィングと戦ってきて、このウィングはもうあの、このサイドバックがかわすの当たり前で、その先で自分何できるかって視野で戦ってたと思うんだよね。で、三笘の修正点としては、まず中に入るプレーでのプレー選択がすごいスムーズになってたんだけど、これも素晴らしいところで、修正点としては、 あのサイドバックに近い位置でボールを受けようとしすぎて、後ろ向きになっちゃったり、下がってきて受けなきゃいけなかなったから、そこを修正して、こ,のこういうボールを受けるときに高い位置から降りてくるんじゃなくて、最初からこの受けれるときに低い位置いて、スピード乗って受けるみたいな。ワンタッチで前向きの選手使う能力、めちゃくちゃ高いからで、守備のプレースバックも良かったし、細かいミスを。 抜いたりとか抜いた後のプレーで次の選手がカバーリング来てそこで何するかみたいなプレーを100%求めなかったら最高だったじゃないですかまあ、それは最高って言わないんだけどね言葉の意味的には素晴らしかったです。ちゃんとアシストで結果も残したしねボッタ監督でも良かったのからデビューゼルビ監督に変わってもって良くなったのはで何ですか えあのやることはっきりしてて、それがしっかり合理的で、なおかつ選手それぞれのモチベーションも上げれてるっていう。あとは結果出なかった時期もやってる内容が良かったから、ちゃんとそこで信じ続けたのがでかいですよ。あれ、それこそチェみんなと見てるときにさあの、チェルシー戦勝ったじゃん。で、一番いい勝ち方したいみたいな。前の監督のね、ところ相手にみたいな。あん時にあそこまであんま勝ててなかったんだけど、このサッカーしてるから、 あのー、これを我慢するのが大事だみたいな、いう話してて、それが、まあ、チェルシー戦であったら、ここから勢いに乗るねみたいな話ゃじゃん。やっぱ内容いいときにちゃんと我慢できるか、内容悪いときにちゃんと対策立てれるかっていうのが重要だからさ。だから内容悪いときも、あ、内容悪いじゃない、結果ついてきてないときも、内容の良さとか、点だけ入んねえなみたいなところをそう、ちゃんと許容してあげて、 それによって積み重ねられたものがあるし、まあ、デゼラルよちゃんと修正する。エストピニャンをね、こんな現代型のサイドバックにできる監督いないっすよ。あの、デンベリ使い物にしたチャビと同じぐらいすごいことだと思う。あっちは性格の魔改造したけど、もしかしたら結婚かもしれないけど、ね、こっちはもう本当に戦術的なポジショニングの魔改造したから、ま,あ、まだ修正するとかありますけどね。エストピニャンが良くなると三マが良くなるから。あのシティでいう完成のポジショニングがずっとあれだから、左ウィングがいけないっていうのと一緒で。 現状的に言うとマジで、うん。今もう世界で一番いい監督じゃないですか、やってるサッカーと。内容も結果も。いや、だこのサッカー見れて、三ま見れて、うん。で、他の選手たちもいいサッカーしてるかも本当、ね、逆マジョルカみたいな。マジョルカには悪いけど、逆久保の行くチームみたいな。 クボはいいんだけど、もいろんなサッカー的なストレスのせいで腹立ってくるみたいなさ。ソシエダーまでいい方だけどさ。人も良くてサッカーも良くて、監督も良くてサッカーもいいから、いろんな選手のことを好きになれるっていう最高っすね。めちゃくちゃ面白かったね。また見ようみんなで。ね